こんにちは、池田真子です、はい、今回はこちらの紙袋を使った活用法5パターンとそれらを実際に使った収納方法も紹介していきます。紙袋ってね、やっぱり何かに使えそうと思って結構溜めがちだったりもするかと思うんですけど、そういう時はぜひお家の収納に役立ててみてください。で、今回はフードデリバリーのウォルトさんとのコラボ動画になるんですけど、ウォルトさんはいかにサステナブルなビジネスができるかっていうのを大事にされている会社で、今開催されているプレゼント付きキャンペーンについてもお話しするので、ぜひ最後までご覧ください。今回はこちらのウォルト×エデンのコラボ紙袋を使用して紹介していきます。これはウォルトでハッシュタグ地球に優しいデリバリーというキャンペーン中に、地球に優しいレストランというところからオーダーするとこの紙袋で届けてくれます。では実際に作っていきます。まずはハサミとテープを用意してください。ではまず一つ目作ります。はい、こんな感じで紙袋を広げたら、まず片側の両サイドの部分をカットしていきます。で、カットするのはこの紙袋の3分の2ぐらいの幅で、あとの3分の1ぐらいは残してカットしていきます。あとカットする時にこのね、一部貼り合わせてる部分があると思うので、そこを避けて反対側の両サイドカットしてください。はい、こんな感じでカットできたら、一度外側に出してちょっと折り目をつけます。で、ここからこの余った部分は中に折り込んでいきたいんですけど、この段階で幅を合わせて折っていきます。こうやって調整するとちょっとね、2回折るだけじゃ余ってしまうので、先を軽く折ってからさらに中に折り込む。はい、こんな感じで折り込みました。じゃあちょっとね、動かしてるうちに出てくる可能性があるので、この内側の部分をテープで留めていきます。テープで、はい、こんな感じでテープを留めたら完成です。はい、そうすることでちょっとね、ファイルボックスのような感じの形になって、さらに上はね、持ち手がついてるので、どこかにかけて収納することができます。実際に使ってみたのがこちらです。はい、今回は S 字フックと組み合わせてショッパーを収納してみました。他にもクローゼットなどで帽子だったりストールとか軽いものも収納できると思います。で、こちらのポイントは浮かせる収納ができるということで、デッドスペースを有効活用できると思います。で、あと前が空いているので、すぐに取り出しやすくもなっています。どこに何があるか把握しやすいのもポイントです。では2つ目作っていきます。これはね、やったことある方も多いかもしれないんですけど、中に折り込んでボックスを作っていきます。はい、ではまずこの持ち手の部分を取り除くか、ハサミで切っておきます。はい、簡単に外れました。では次は箱の高さを決めていきます。さっきみたいに今度は全部を中に折り込んで強度を高めていきたいんですけど、どの高さで折るかっていうのを決めます。で、これはカラーボックスに入れるとか、冷蔵庫の下の収納とか、そういう場所に合わせて高さを決めて、例えばこの辺まで折りたいってなったら、ちょっと印つけて、で、その点と点を合わせるように折り目をしっかりとつけていきます。はい、こんな感じで折り目がつきました。じゃあまたこの折り目に合うように中に2回くらいに折り込んでいきたいので、ちょっと一旦その上の部分も半分に折って、軽く折り目をつけておきます。両面折っておいた方が中に折り込みやすくなるのでおすすめです。で、折り目がつけれたら広げます。難しい方はちょっともう上切っちゃって1回だけ折り込むとかでもいいと思います。強度を増すんだったら2回折り込むのがおすすめです。で、さっきつけた折り目の部分で全部中に折り込みます。で、この時も角から行くとやりやすいです。角を入れて、で、ここを持って、反対側も角を持って引っ張るとピンって貼れるので折りやすいです。またここも角を折り込んで、そうするとしっかりとしたボックスが仕上がりました。では次3つ目、今度はこの状態からもうハサミでね、真ん中を切っちゃいます。せっかく作ったんですけど切っちゃいます。はい、真っ二つになりました。
で、ここからさっき折り込んだ部分をちょっと軽く上げて、ちょっとだけ重ねます。元の方を重ねて、でちょっと今1段上げた部分をもう一度折り込みます。戻して、はい、そうすると伸縮式の幅をちょっと変えられるボックスになります。この上の部分もね、そのまま重ねるだけでもいいんですけど、一緒に重ねちゃった方がさらにちょっと強度も増すし、もしその収納の幅が決まっていれば、そこの幅に合わせてテープで固定しちゃうのもおすすめです。で、一番コンパクトな状態にするとさっきの半分の大きさになります。じゃあ補強のために一応テープ留めておきます。はい、こんな感じで留めました。この重ねた部分の一部と、あとこの横の両サイドを留めました。内側だけ留めればね、もうしっかりと固定してくれるので、外側は留めなくても済むので、見栄え的にもね、置く場所によっては綺麗に使えると思います。これらを実際に使ったのがこちらです。はい、こんな感じで使うときはこの幅をその場で調整するとぴったりのサイズに使うことができます。幅が決まったらテープで留めてください。はい、実際に物も入れてみました。こちらのポイントはカテゴリーごとに分けられるので、どこに何があるのかっていうのを把握しやすくなります。あとは例えばね、汚れが気になるものとかを入れても紙袋なので安心して使えますね。さらに仮収納って言って、収納ケースを買う前にここにこういうケースがあると使いやすいのか、どんな幅があると便利なのかっていうのを事前に試しながら考えることができるので、収納グッズを買う時に失敗しにくくもなります。はい、こちらは野菜室で使用してみました。これだと汚れても簡単に取り替えられるので、冷蔵庫内のお掃除も楽になります。あと紙袋は保温保湿のサポートもしてくれるので、鮮度が長持ちするのもポイントです。はい、次は最初の形と似てるんですけど、まずはこの上の手持ちの部分を取り除いていきます。破れやすい場合はハサミで切ってもいいですけど、ちょっと硬くて折り込みにくいっていう場合は剥がしてもいいと思います。はい、両方取れたらさっきと同じようにこの重ね合わせた部分を避けて、反対側の2箇所こちらをカットしていきます。で、高さはお好みで調整してください。じゃあさっきと同じように一度外側に折って、折り目をつけてから幅を合わせて中に折り込んでいきます。で、この上の部分、さっきは持ち手をそのまま使ったんですけど、この状態から上の部分を今度は折っていきます。で、この形にする場合は結構ね、弱いので、まあ、さっきみたいに2回折り込むっていう方法でもいいですし、どちらにしろテープで固定するのがおすすめです。で、おすすめの貼り方はちょっとこの両サイドつまんで角に向かってちょんって貼ってから鳴らすと綺麗に貼れます。あとこの前の部分はちょっとね、見えてしまうので、手前にテープを貼るのがおすすめです。このまま折り込む。はい、そうすると前からも見やすいボックスが仕上がりました。これもさっきと同じ要領で、こちらの小さくね、作った紙をカットして折り込んでも同じような形の小さい版が作れるので試してみてください。実際に使ったのがこちらです。はい、こちらはスプレーボトルを収納してみました。はい、こちらのポイントは上から覗かなくても一目で把握できるっていうことです。ここのね、前の部分があるとこう引き出したりとか上から覗く必要があると思うんですけど、それをなくすことでもう奥のものとかもね、さっと取り出すことができます。はい、今度はおもちゃを収納してみました。こんな風に仕切りができることで、こちらもカテゴリーごとに分けて入れることができるし、お子さんもすぐに取り出せて使いやすくなると思います。はい、じゃあ5つ目、最後の方法はこちらのクリップで挟むだけです。クリップはね、ご家庭にあるもので全然大丈夫です。もうこれをこのまま挟むっていう感じでもいいし、物によってはこう一回折り込んで挟むでもいいと思います。例えば野菜だったりとかパンとか、ちょっとストックのものとか生活感が見えるものっていうのをこの紙袋の中に入れて、で閉じておくだけでもちょっとね、目隠しにもなってインテリア風に収納できるので、こういう方法もおすすめです。実際に使ってみたのがこちらです。はい、こちらは生活感が出やすいものを目隠しするのにぴったりです。例えばよく使うプロテインとか BCAA を
中に入れちゃいます。でピンチなどで留めておくと生活感も出にくくてちょっとおしゃれに置いておくことができます。でこちらのポイントはまずは生活感が隠せる、そしてさっきみたいなね粉が出やすいものとかを入れても気にせずに使える。であとはこういう細々したものとかを入れても一つの袋にまとめられるし、この紙袋自体も軽いのでこんな感じでまとめてテーブルに持って行ったりとか移動させることもできます。ちょっとお腹すいてんけど何食べよっかな。あ、こういうちょっとしたのがいいな。この大豆ミートとか美味しそう。あ、スムージーとかいいな。スムージーにしよう。よし、じゃあこれで注文しよう。はい、今日は打ち合わせが終わってちょっとね小腹が空いてきたのでさっきウォルトでおやつを頼みました。こちら、はい、今回はこちらの大豆ミートの唐揚げとあとはビークリーンっていうスムージーを頼みました。これは生姜とか人参、レモン、オレンジが入ってるみたいです。じゃあいただきます。うん、うんうん、人参でもレモンとかオレンジのさっぱり感もあるんで全然あの野菜ジュース感とかなくてめちゃくちゃ飲みやすいです。ちょっとこの気になる大豆ミート食べてみよう。もう見た目がほんまにお肉です。いただきます。一口でいこう。うん、うん、お肉やん。ということで今回は紙袋を使った収納の活用法を紹介しました。もう本当にどれも簡単ですぐにね作れると思うので気になる方法があったらぜひお試しください。あと今回コラボさせていただいたウォルトさんは今回ねこの機会に初めて知って実際に使ってみたんですけど操作もねすごい簡単でめちゃくちゃ使いやすかったです。自然に優しいレストランを積極的に採用されていたりとか配達で生じる二酸化炭素を買い取って自然保護活動に還元するとかそうやって積極的にサステナブルな取り組みを行われているみたいですごく素敵だなと思いました。日々ね私も自分なりではあるんですけど自分のできる範囲でこうプラスチックを減らす意識をしてみたりとかゴミを減らせるようにとかエコなものに取り替えられるようにとかゴミを減らせるように考えてみたりとか結構エコなものとかもね増えてきてると思うんですけどなのでそういう考えを持った会社のサービスを利用できるっていうのはすごく嬉しいなって感じました。なんか地球のために少しでもいいことができてるって思うと気分もいいですよね。あと今回この紙袋も再利用してもらうことでデリバリーで出るゴミを少しでも減らしたいっていう思いからキャンペーンも開催されています。この紙袋を利用したリユースアイデアキャンペーン紙袋リユースチャレンジというのが今開催中です。でハッシュタグ地球に優しい紙袋リユースチャレンジっていうのをつけてツイッターでその写真を投稿すると抽選で限定アイテムがもらえるそうです。あとここに QR コードもあるんですけどウォルトのサイトではポーチやブックカバーなどの DIY のお手本動画もアップされているのでこういろんな動画を見ながら参考に作れると思います。この機会にぜひウォルトも利用して紙袋も活用してキャンペーンに参加してみてください。配達エリアやキャンペーンについてなど詳しくは概要欄の URL からサイトもぜひご覧ください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。インスタやアメブロもしてるのでそちらもぜひフォローお願いします。では池田真子でした。バイバイ。